もっとやれるわ。そういう意味では攻略の役に立ったのかも。まあ実のところそんなに成功率が高いわけじゃないんだけどな。やっぱりオーラみたいなのが出てるのかしら。それでさ、どうかしら。任せてくれ。証券組だったか。改めて考えてみると、ちょっと誰かヘイトの分散を。私たちの勝ちね。ってことでいいんじゃないか。いつも通りだな。そういう意味では攻略の役に立ったのかも。私あなたみたいな人知ってるわ。守りきれなかった。よし次行こうか。きっと攻略組として十分な戦力になってた。枯れない強い想いで輝くブライド、運命に抗ってゆけ。君の声が届かない場所では誰も教えてくれなかった。予感なルール幼い頃に強く願った夢の在りかを探す旅は始まったばかり。嘆いた時間はもういらない。限界の壁を今すぐ壊して。枯れない強い想い、違いを抱いて曇りの決めで選んだ道を君に繋ぐから、声を響かせて運命に抗ってゆけ。 Back on myself、 まあ実のところそんなに成功率が高いわけじゃないんだけどな。ナイフや刀を隠し持ってるって素振りもない。それが魔法。なんだあの武器。お、言ってくれるな。じゃあどうしていつも暴れてるんですか。誰のことか大体分かったかも。こっちがどのくらい心配してるかなんてちっとも分かってない。そういう人よ。電気を自在に操る能力か。女だからって油断してあっさりやられちゃっても知りませんからね。どっちかというとクラインみたいな子だな。話を聞いてると、どんな場所でどんな敵がいるのか。こいつは攻略しがいのあるダンジョンだぜ。構わないわ。そうか。違う違う。そうだよな。勇気とはなんていうか、そのちょっと1000倍の加速の力か。それは確かに魅力的だな。お相手捕まつろ。使いたくないんだけどな。強いな。相手にとって不足はない。電気を自在に操る能力か。連続で使えば階層間の行き来も可能だろ。いきなり強
強くって感じじゃないけど。沈黙を確認、撤収するぜ。エンジュが苦しんでたら確かにそうだな。マダーズラザリオ、だから俺はどんなに町が荒廃しても守り抜く。いつか必ずバラニウムはガストレアの再生を阻害する特殊な代物なんだ。悪いけど負けないわよ。唯一の手段ってとこだな。これがあるようなないような感じでさ、もう二度とあんな玉で そのレベルじゃ俺に傷一つつけられないよ。悪魔は倒したけど、なんでそれがスネークバイト。どこでもテレアポセンターの制服。本当にあったんだ。ホリゾンタルスクエア。俺だって世界一つぐらいなら救ったさ。そのレベルじゃ俺に傷一つつけられないよ。人形はそんな遊び感覚でなるもんじゃねえよ。あんたはいつも戦場を這い回らされてるとか文句言ってなかったか。普段から自炊するよう気をつけてるんだ。俺は監視役である以前にあいつの家族でありたいと思ってる。よくわかったな。だから俺はどんなに町が荒廃しても守り抜く。いつか必ず、もう二度とあんな弾でレールガンは撃ちたくねえ。この状況やばいよ。相手にとって不足はない。ジーグラー博士、相変わらず綺麗ですね。始めようと。
目が合った時、例えば普通の感覚はハイタッチくらいのもん、流れてく程度だとしたら、あの日君と目が合った瞬間に感じたのは、手と手を握り合ったような感覚だった。高い日は越えて今の階段も越え、いつかは尽きてしまうものもあるということは、それも分かってる。でも今はどうも、もう少しだけ気づかない。 Free